阪神甲子園球場です。玉川対千賀、この一戦をお送りいたします。玉川の先発は右のアニア、千賀の先発は右の国見、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。右のアニア、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターはキネ、背番号8、第9、決まってストライク。まずは決めてきました。第2球見送ってストライク。もう追い込んでいます。投球は3球目、投げました、インコース引っ張った、ユスネダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9、背番号4、投げました、初球外れてボール。さあ次の投球、投げました、外れた、ボール。投げました、3球目ストライク、伸びのあるストレート。第4球は打った、三越島ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターはピッチャー国見、第9、投げました、初球空振り、いきなり153キロ。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げた、ストレートはボール、インコース高め。第4球を投げた、ストレートはボール。投球これから5球目、打ちました、破った、国見いいバッティングを見せました。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。第9、投げた、ストライク、いきなり152キロ。第2球、投げた、打ちました、新庄ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー国見残塁に終わりました。玉川まずは無得点に抑えました。右の国見マウンドに上がりました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。1回の裏、玉川攻撃に入ります。トップバッターは関川、初球を打ちました。関川ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、一塁ランナー出た、ボールを二塁へ送った、盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第2球、投げた、ボール。第3球を投げました、流し打ち、どうだ、ファウルボール。次は4球目、投げました、スローカーブ、ボール。第5球、投げました、打ちました、セカンドの左、一塁へ送る、アウト。玉川なおもチャンスが続いています。バッターは3番赤星、玉川最悪でも犠牲フライが欲しいところ。第9、投げました、見送ってボール。第2球、ボール。第3球を投げました、3球目ストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げた、外れた、ボール。次が5球目、5球目ストライク、伸びのあるストレート。第6球を投げた、打った、これはヒットになります。玉川まずは1点先制、1対0。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。バッターはピッチャーアニア、第9、投げた、アウトコース高めいっぱい、ストライク。第2球、投げた、高速スライダー、ボール。第3球を投げた、3球目ストライク、伸びのあるストレート。一塁へ一つ牽制球を送りました。
次が4球目。投げました。打った。切れていきます。ファウル。投げました。打ちました。スライディングキャッチ。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。第9球投げました。内角へストライク。タイミング合いません。第2球投げました。打ちました。取ってこれで3アウトチェンジ。1回の裏が終わりまして1対0、玉川先制点を挙げています。2回の表1点を追いかけます。千賀攻撃に入ります。先頭バッターは三川。第2球投げました。内角見送ってストライク。投球は3球目。投げた。3球目空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んで投げた。ボール。第5球投げた。ボール。第6球を投げた。打ちました。センターの前ワンバウンドヒット。佐川いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。投げた。投球ボール。キャッチャー二塁へ送球。盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。玉川ここで引っ張りに警戒した守備位置に変。打った。痛烈な当たり。三遊間へのゴロ。レフトバックホーム。大竹ナイスバッティングです。玉川なおもピンチが続きます。アウトロー際どい球。ボール。第2球低めのボール引っ掛けた。新庄掴んだ。セカンドフォースアウト。玉川追いつかれました。1対1。バッターは8番島。投げました。1球目ストレート空振り。いきなり153キロ。第2球投げました。流し打ち。ヒット。レフト前ヒットになった。島いいバッティングを見せました。さあツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。まずは一塁牽制。タッチはセーフ。ランナー走った。投球ストライク。二塁送球は盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。第2球投げました。打った。ファウルボール。第3球を投げました。153キロ直球。空振り三振。アニア見事なピッチングです。リプレイをご覧ください。2回の表が終わって1対1。玉川この回1点奪われ同点とされています。2回の裏玉川攻撃に入ります。トップバッターは若菜。投げました。ボール。第2球投げた。低め見送ってストライク。第3球を投げた。見送ってボール。次は4球目。投げた。打った。島落下点に入った。レフト方向へ持っていきましたが噛みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは7番檜山。第9球投げた。ボール。投球これから2球目。インコース低め空振り。タイミング合いません。投球は3球目。投げた。3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。ボール。投げました。変化球はボール。第6球を投げました。打ちました。三塁バックしていった。檜山ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。直球見送ってストライク。伸びのあるストレート。投球これから2球目。ボール。第3球を投げました。打ちました。1・2塁間への当たり抜けた。ライトからサードへ。ユスネいいバッティングを見せました。玉川勝ち越しのチャンスを迎えます。ボール。投球これから2球目。2球目ストライク。第3球を投げました。3球目空振り。バッター追い込まれました。第4球を投げた。インコース高めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。
打順は1番に帰って関川、決まってストライク。まずは見送りました。第2球投げた、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ。サンガは軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。玉川、ワンアウト一塁二塁のチャンスでしたが得点できませんでした。2回が終了しまして1対1です。千賀、この回1番からの好打順になります。先頭バッターはキネ。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第2球投げた、打った、少し詰まっているか、フラフラッと上がった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番柳。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。投げた、外れた、ボール。投げた、2球目ストライク、伸びのあるストレート。第3球はストレートはボール。投げました、変化球はボール、インローへ。第5球投げました、5球目ストライク。第6球は打ちました、セカンド左横のゴロ、セカンドから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー国見。第1球ボール。第2球投げました、打ちました、引っ掛けた、新庄交代。レフト前ワンバウンドヒットになった。国見ナイスバッティングです。さあツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチセーフ。低めいっぱいストライク。第2球投げました、ストライク、膝元厳しい球でした。第3球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。アニアナイスピッチング。3回の表が終わって1対1、現在同点です。玉川、この回は上位打線から始まります。トップバッターは三越馬。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9投げた、決まった、ストライク、伸びのあるストレート。初球空振りから投げた、低め、外れてボール。投げた、内角高め、直球は外れてボール。第4球は直球ストライク、インローへ、150キロのまっすぐ。さあ投球は5球目、投げた、変化球、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは3番赤星。第9投げた、ボール。投げました、打ちました、ボールはライナーです。左中間掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。さあリプレイです。バッターはピッチャーアニア。第9投げました、打った、第2球投げました、打ちました、ファール。追い込んでから第3球を投げました、打ちました、投げました、インコース、ボール。第5球投げた、打ちました、取りました。これで3アウト。玉川、結局三者凡退、無得点に終わっています。序盤終了しまして1対1です。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは三川、投げた、見送ってボール。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。第3球ボール。次は4球目、投げた、ストライク、
ここは1球見ます。第5球投げた、打った、三遊間の当たり、あっと抜けた。佐川いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番大竹、今日2度目のバッターボックス。投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球、一塁ランナー走った、キャッチャー二塁送球、これは楽々セーフ、盗塁を許します。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。玉川ここは引っ張りに警戒します。打った、落ちました、ヒット。大竹ナイスバッティングです。玉川なおもピンチが続きます。負け越しのピンチで迎えるバッターは井上、ストレート見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、まっすぐ空振り、これで追い込みました。第3球ボール低め、次は4球目、投げました、打った、流し打ち、ライナー、三塁ランナーホームに向かう、ボールは中継、玉川リードを奪われました。2対1。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、島まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ、投げました、外れた、ボール。第2球投げました、バントしました、ピッチャーの左へ転がした、三塁フォースアウト、送りバント失敗、玉川なおもピンチが続きます。直球決まってストライク、いきなり153キロ。第2球投げた、打ちました、玉川内野陣はゲッツー体勢、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げた、流し打ち、どうだ、ボールはセカンドへ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。今日2回目の併殺でこの回を終えました。4回の表が終わって2対1です。4回の裏、1点を追いかけます。玉川攻撃に入ります。トップバッターは新庄、第1打席はファールフライに倒れています。ファールボール、投げた、変化球はボール。投球はこれから3球目、ストライク、振っていきましたがかすっただけ。追い込んで投げた、インコース低め、空振り三振、最後は149キロストレート、投げた、変化球はストライク、まずは見送りました。第2球ボール、第3球はまっすぐ見送ってストライク、第4球は引っ張った、井上ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第1球高速スライダー見送ってストライク、第2球投げました、インコース空振り、バッター追い込まれました。第3球は1球外してボール、さあ4球目、見逃し三振、玉川最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。4回までが終了しまして2対1です。千賀この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは杵、今日はファーストライナーとショートフライ。第2球見送ってボール、第3球を投げました、インコースいっぱい、ストライク。追い込んでから投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番柳、今日はセカンドライナーとセカンドゴロ。投げました、初球を打った、ピッチャー返し、抜けた、柳いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。
バッターはピッチャー国見。第9球低めストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、打ちました、打球は三遊間へ、一塁送球アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。バッターは4番野田、今日はサードゴロと三振。第9球投げた、ボール。投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。振り返って二塁牽制球、投球これから4球目、見送ってストライク。第5球投げた、外のボール引っ掛けた、レフト前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。アニア、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。5回の表が終わって2対1です。5回の裏、1点を追いかけます。玉川攻撃に入ります。トップバッターは湯船。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、内角低め、見送ってストライク。第4球はこれはしっかりキャッチしていました。次が5球目、外側いっぱい、見逃し三振。第1球ボール、まずは内角高め。第2球、2球目ストライク。第3球を投げました、アウトロー際どい球、ボール。さあ4球目打ちました、ライト前進、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰って関川。投げました、変化球アウトコースへ外れて、ボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ストレート決まってストライク、伸びのあるストレート。第4球を投げた、打った、これは内野フライ、掴んで、これで3アウトになります。玉川、結局この回3人で攻撃が終わっています。前半が終わりまして2対1です。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは佐川、投げた、インローの直球はボール。第2球投げた、見送ってストライク。第3球打った、ヒット、佐川ナイスバッティングです。さあリプレイです。バッターは6番大竹。第9球佐川スタート、ストライクになった、これは悠々セーフ、盗塁を許します。玉川、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。追い込んで、第3球をストライク、空振り三振、大竹全くタイミングが合いません。第9球投げた、ストレートはストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから、低めストライク。第3球を投げた、危ない球、2塁牽制、2塁タッチはセーフ、ボール。第5球投げました、打ちました、ヒット、2塁ランナー3塁へ。井上、いいバッティングを見せました。玉川、なおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは島。第9球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、打った、ファールグラウンドで取りました。9
これで2アウト、ランナーは1塁3塁変わりません。第9球投げました、決まってストライク。まずは入れてきました。第2球投げました、危ない球、投げた、打ちました。打球はレフトの左へ、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。線が1点入りました。ランナー2塁でストップ。杉山タイムリーツーベースヒット。玉川なおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターはトップに帰ってキネ。第9球変化球見送ってストライク。初球ストライクから第2球ボール。投球はこれから3球目、外角低め外れてボール。次が4球目、投げたストレートはボール。第5球投げた、アウトコースいっぱいストライク。投球はこれから6球目、打ちました、取ってこれで3アウトチェンジ。6回の表が終わって3対1、千賀リードを2点としています。玉川この回は2番からの好打順、トップバッターは三越馬、今日はセカンドゴロと三振。第9球投げた、ボール。投げた、打ちました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番赤星、今日3打席目。第9球投げました、初球から打ってった、ショート右横のゴロ、あっと落とした落とした、ファーストのエラーが記録されます。バッターはピッチャーアニア。第9球投げました、打ちました、ファール。さあ次の投球、これはかすった形になりました。第3球を投げました、インハイ際どい球ボール。第4球を投げました、三振、低めの変化球にやられました。バッターは5番新庄、今日はファールフライと三振、アウトローへストライク。まずは見送りました。第2球ボール、投げました、これは引っ掛けた、セカンド右横のフライになりました。セカンドが落下点に入りました、取りました、これで3アウト。一塁ランナー赤星残塁に終わりました。中盤まで終了しまして3対1です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは柳。第9球外角高めいっぱいストライク。さあ次の投球、投げたストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、打った、木山ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。バッターはピッチャー国見。第9球外角高めボール。第2球投げた、インコース引っ張った、新庄ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは4番野田。第9球打ちました、初球打ち、ライト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。満員の甲子園、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、玉川ラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは若田、今日はレフトフライとサードライナー。第2球決まった、ストライク。第3球を投げた、ボール。投げた、打った、セカンド右横のフライになりました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番木山、これが3度目のバッターボックス。変化球はボール。第2球アウトコース高め、ストレートは外れてボール。
第3球を投げました。打った、これはいい当たりだ。伸びた、伸びていった、見送った、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。反対棒のアーチ、今チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは8番湯船。第9球投げました、流し打ち、大竹取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは9番今岡、今日は三振とライトフライ。投げました、外れた、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。投球はこれから3球目、直球ストライク、伸びのあるストレート。次は4球目、投げました、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。7回の裏が終わりまして3対2、玉川あと1点を追いかけます。8回の表、千賀攻撃に入ります。トップバッターは三川、今日はヒットが3本。投げた、ストライク。1球目空振りから第2球投げた、打った、流し打ち、湯船バッ掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは大竹、今日はここまで3打数2安打1三振。危ない球、玉川ここは引っ張りに警戒します。投球これから2球目、直球ストライク、インコースへ、伸びのあるストレート。第3球は変化球、見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、見逃し三振。バッターは7番井上。第9球初球は変化球に空振り。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球はアウトロー、直球は外れてボール。投げた、低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。アニア最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって3対2です。玉川この回1番からの好打順になります。先頭バッターは関川、ストレートはボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、直球見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーでセンター取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番三越馬。第9球投げました、ストレート見送ってストライク。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました、打った、ファール。追い込んでから第4球を投げた、アウトコース低め、外れてボール。第5球投げた、ボール、アウトコース高め。第6球を投げた、打ちました、ファールボール。第7球を投げた、見逃し三振。左バッターボックスは3番赤星、今日はここまで3打数1安打。第9投げた、ストライク。第2球投げました、決まった、ストライク。追い込んで第3球を投げました、146キロ直球、空振り三振。赤星栄養にやられてしまいました。玉川打順トップからでしたが三者凡退で攻撃を終えています。8回までがいよいよ最終回を迎えました。トップバッターは島。第9投げました、インハイ、ボール。第2球投げました、打った、
ボールはライナーで左中間へ、ヒット、打球が転がっている、芝ナイスバッティングです。先ほどのプレーです。右バッターボックスには杉山、これが4度目のバッターボックス。芝走った、これはストライク、キャッチャー二塁へ、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。初球空振りから見送ってボール、投げました、ここは送りバント、ピッチャーの左へ転がした、一塁送球、三越島取ってアウト、ランナー三塁に進みました。玉川なおもピンチが続きます。投げた、初球決まってストライク、まずは決めてきました。第2球ボール、投球はこれから3球目、打ったいい当たりだ、センター前クリーンヒット、千賀1点入りました、4対2。さあリプレイです。バッターは2番柳、今日はここまで4打数1安打。第9投げた、初球空振り、伸びのあるストレート、1球目空振りから、第2球内角ボール球打った、三越島ボールを掴んだ、セカンドホースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。バッターはピッチャー国見、第9流し打ち、どうだ、湯船そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって4対2、千賀得点差はわずかに2点です。9回の裏2点を追いかけます。玉川攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャーアニア、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。投げた、2球目空振り、第3球を投げた、打ちました、右中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番新庄、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。投げた、決まった、ストライク、まずは見送りました。第2球投げました、低め外角ストライク。第3球はスローカーブ、ボール、インコース低め、投げました、空振り三振、バットアウト。右バッターボックスは6番若菜、スタンドからは必死の声援が続いています。ボール、投球これから2球目、ストライク、投球は3球目、投げました、アウトコースをつけた、ショートバウンド、ボールを取った、大竹うまくさばいています。試合終了です。国見見事な完投勝利です。玉川惜しくも逆転ならず。さて今日のヒーローは見事完投勝利を収めた国見、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対2、玉川2点差で敗れました。勝利投手は国見、敗戦投手はアニア、玉川残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームでは奮起してくれることを期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。